ボルボデザイン your life。 渡辺タスクと山田れながお届けしている J-WAVE ラジオドーナツ。この時間はボルボデザイン your life、 家族、こだわり、ライフスタイルなどを大切にするスウィディッシュシンキングのスピリットをゲストとともに探っていきます。今日はシンガーソングライターの K さんをお迎えしています。はい、今何が楽しいでしょうかね。何が楽しい、まあ普段ちょっとやっぱ曲を作る、家で曲を書く時間がすごくやっぱ多いので、ちょっとまあ気分転換っていうのも兼ねて、ドライブをしたりはしますね。ああ、そうですか。はい、車に乗るのはもともと好きなんですか。まあ親父がすごい好きだったので、その車で、それこそこの番組も聞かせてもらってたり、ありがとうございます。そのラジオ聞いたり、まあ CD 聞いたり、あとまあ本当レコーディングが終わった直後のものとかを聞いたりするのがすごい好きで。でもやっぱりそこはミュージシャンですね。なんかこう雑音、周りのこう他の車の音だったり、そういうのが聞こえてくるのがなんかちょっと落ち着くっていう。分かる気がするな。それはその行き先はまあどのあたりというか、もう意外とちょっとあのビビりもんなんで、そんな遠くまではしないんですけど、まあ知ってるエリアで。そうですね。でもその本当歌詞が書けないとか曲が書けないって言って、これはもう休まなきゃなっていう時は、一人でそれ川口ことまで行ってきたり、結構遠いですね。行って本当に行って帰ってくるだけなんですけど、もう本当に純粋にドライブ、もう運転して、まあ音楽聴いて、そうですね。そういうのやってますね。今まで例えばコレクションしたものことがあるものとか、今コレクションしてるとか、何かにこうそういうのハマるみたいなのって体験ないですか？これもでもちょっとこう音楽なんですけど、でも音楽絡みなんですけど、これはちょっとこう。まあ音楽ですけどちょっと違うっていうか、僕はあのアナログレコードが好きで、でもっと言うとあのオーディオがすごい好きなんですよ。もうね、お父さんもねスピーカーに凝ってらっしゃったりとかしたっていうのもあるかもしれないですけど。そうなんですよね。だからあのさっき言ってたその親父が持ってたスピーカーを20年ぐらい経って、僕も全く同じものを買う子、去年の秋に全く同じものを買ったり、それもこう昔のヴィンテージのものを探して、いいですね。お茶の水、昨日もお茶の水に行ってお茶の水ですよね、やっぱりね。でもそれ何個も買うものなんですか？ごめんなさい、分からなくて。これやっぱり、いいですか、この時間帯ご話しても。やっぱこうジャンルによってスピーカーを分けるっていう贅沢な聞き方っていうのが、いいですね。一番いいんですけどね。一番いいですね。それこそジャズを聴くってなると、80年代70年代の JBL で聴くとか、それこそ今のあのポップスを聴くんだったら最近のスピーカー、もしくはまあヨーロッパのスピーカーで聴くとか。そうか。そうだ。私が聞いたちょっとオーディオ好きな人の話だと、その年代のレコードを全部その年代の機材で再生するってっていう。だから50年代のレコードだったら50年代のアンプ、50年代のスピーカーで聞いてみたい、だってその時そういう音がしてたんだから。まあそうですよね。そこまで行く人もいるっていう。これ特集やりません？これ話その話だけで、尽きない。そうなんです。今スピーカー何種類持ってるんですか？3種類持ってて、はい、まあ、お仕事用でモニタースピーカーが1個あって、あとはそのさっき言ってたジャズ系のものを聴くためのもの、あとはもうオールマイティのものが1個あって、っていうちょっと使い分けたりしますけどね。次欲しいものもまだある。もちろんじゃないですか。一応目標っていうか、あの最終的にはこのスピーカーを買いたいな、このアンプを買いたいなっていうのはあって。そうなんですね。そこに向けて、そこに向かって今すぐ買わないっていうのはお値段ですか、それとも。あ、お値段もありますし、こう置ける場所っていうのも、そうですね。それこそ6畳の部屋にでっかいスピーカーを置いてもあんま聞けないわけじゃないですか。そのベストポジションの問題とかいろいろあるから。そうですね。そういうのも楽しめる、あのリスニングルームを作るっていうのが、まあ、もう話がさ話がオーディオの話からもう今ね、あの建築の話、建築の話、お部屋の話なんです。それそういえば建築のもうすごい僕好きで、そういう雑誌読むのがすごい好きで。そうですか。あのそれこそその、まあ、テレビ番組の話なんですけど、ビフォーアフターっていう、あれも面白いですよね。すごい好きなんですよね。そういうことがもう好きなんだ。なんかこうあのそれこそ音楽と一緒で、アレンジとかプロデュースとかも同じような感覚じゃないですか。
もともとあるネタをどうやって調理していくかっていうのが、それがものすごい好きなんですよ。それは建築にも通じるものがあったありますよね。じゃあそういう建築本見ながらスピーカー ここに置いたらみたいなイマジネーションを膨らませてるわけですね。いやいやいや、オーディオ好きの人のその自分の理想の家が直すと話はね、はい、すごいよ。ね、だってスピーカー吊ったりしますもんね。吊ったりもちろんします。下に置かないのよ。はいはいはい。上にね。吊った方がいい。本当中学生に戻った感じで。いやもうとにかく音が好きすぎた。もう趣味は音ということが分かりました。はい、ありがとうございます。いや本当に今日どうもありがとうございました。ありがとうございました。ボルボデザインオーライフ、今日はシンガーソングライターの K さんをお迎えしました。ありがとうございました。ありがとうございました。ボルボデザインヨーライフ。This program was brought to you by ボルボカージャパン。